ここ、東方探求日誌では、東方に関連することを紹介していくわ。東方プロジェクト、さらに二次創作、それらを網羅的にやってくぜ。今回は11月末に配信開始した東方幻想エクリプスについて触れていくわ。東方幻想エクリプスは、ドンパチや虫姫様などのシューティングゲームを出している、ケイブが2021年の7月に東方の二次創作を手掛けることを発表し、今年の11月22日にリリース、キャラクターイラストはウーザンさん、他の東方スマホゲーと比べ、かなりクールな雰囲気に仕上がっているわ。今までのは可愛い系だったからな、ダークな雰囲気には驚いたぜ、ヨウムでさえかっこよく見えるぜ。ゲームは横スクロールシューティング、当たり判定は原作同様に時期中心部、相手の攻撃を消したりスペルカードで一気にダメージを与えたり、進行中はステージクリアごとにキャラクターを強化できる。敵の攻撃は案外激しく、油断してると一気に被弾してしまうわ。と言っても原作みたいに一発アウトじゃないぜ。シールドと体力があるし、さっき霊夢が言ってたみたいに相手の攻撃を消すこともできるから、慌てなきゃすぐにやられたりはしないさ。そして登場キャラには当然声がついてるわ。今では私たちに声がつくのが当たり前になったなぁ。それは後ほど軽く紹介するわ。現在は私のサンタコスと河川がピックアップ中だ。さて、次は実際のプレイ映像を見てもらいながら、今作の雰囲気を楽しんでもらうわ。最初から使えるのは私よ。まあ、そりゃそうだよな。正直ついこの前始めたばっかで、レベル20でランクもまだ7。ガチャは4回ぐらい引いたけどまだキャラは紫しか出てないわ。ガチャは渋めか？キャラは 3% らしいわ。キャラ以外にも早期カードってのがあって、ガチャはキャラとカードが混じってる。カードの星5も同じく 3% みたいだけど、まだ出てないわね。馬娘あたりと同じか。序盤でも石の溜まり方はゆっくりな感じだから、渋く感じるけど、多分こんなもんよね。ガチャは気まぐれだぜ。で、見ての通りの横スクロールシューティング。画面に触れている間は磁気が攻撃をしてくれる。磁気を直接触れなくても操作はできるわ。敵の攻撃は見えづらくなったりしないのか？スマホでシューティングはなかなか難易だろ。スマホでも楽しめるよう難易度は調整されてるから、慣れれば問題ないわね。演出や効果音も、それなりに楽しめるから、悪くないわ。次はボス戦を見てみるわ。邪魔する恨めしや。最初のボスは小笠よ。これはそれぞれのキャラでストーリーが違うから、ボスキャラも変化するわ。キャラを手に入れてからのお楽しみだな。右下の数値が書かれてるボタンがあるでしょ。あれを押すとスペルカードが使用できる。私なら無双封印ね。左のは何なんだ？あのゲージが溜まると敵の弾を自分の弾で消せるの。すると紫の結晶が出てきてポイントをゲットできるわ。これは後で道中のキャラ強化にも使えるのよ。敵をしっかり倒したり、ダメージを受けなかったり、敵の弾を消すことで、強化が変化していき、ステージクリア後にキャラを強化するポイントがゲットできる。強化項目は装備した早期カードで変化するわ。早期カードの力を借りてシールドを回復したり、8方向への攻撃をしたり、それぞれに特徴があるわ。カードの編成も考えた方がいいってことだな。カードは早期解放といって、同じカードを消費することで新たなスキルを解放できるから、ダブったカードも無駄にならないわ。ガチャはいっぱい引くだろうからありがたいぜ。おっと、今回はストーリーはスキップするわ。気になる人はぜひプレイしてくれだぜ。ここで時期にスキルを習得させて強化させるわ。回力だっけ？所持数を気にしながらうまくやっていかないとな。防御を上げたり攻撃を上げたり、いろいろできるわ。そういえば私のスペルカードの演出見せてなかったから、ここで見せてあげるわ。セリフかぶったな。まあ、ちょいちょいこういうことがあるわ。会話シーンをスキップしても戦闘開始までセリフが流れてたりね。こんな感じでシンプルかつスマホでプレイするにはちょうどいい難易度。シューティングゲームが好きな人からすれば物足りないかもしれないけど、キャラのレベルに応じて難易度も変えられるから、楽しめるんじゃないかしら。そういえば霊夢の声って誰なんだ？どっかで聞いたことあるんだよな。じゃあ、次は登場キャラの声優の一部を紹介するわ。まず、私の声からね。ファイルーズアイさんよ。あれだろ、ジョジョとかダンベル何キロモテるとかに出てた人だろ。でも、それ以外に聞き覚えがあるんだよな。すげえ身近なところで。弾幕カグラでチルノの声を担当してたからじゃないかしら。ああ、それだ。まさかチルノから霊夢になるとはな。東方の二次創作では案外そういうこともあるわ。マリサの声優は、伊勢マリアさん。東方ロストワードで、コウムの魔女。霧雨マリサの声を担当した一人よ。昨夜は角間愛さん。ヨウムは大西沙織さん。ゆかりは田村ゆかりさんね。ゆかりつながりかよ。まだリリースしてから1ヶ月。今後どういった展開をしていき、どんなストーリーが見れるのか、楽しみね。きっと私が大活躍するぜ。さて、どうかしらね。では、ぜひみんなもプレイしてみてね。